今は何の準備されてますか？研修です。研修の検証終わって、検証も全部終わりました。今回は弟弟子さん一緒ですよ。はい、一緒に走れないのと残念です。一緒だとやっぱりちょっとなんか、でも何にも変わらないです。逆に岩本選手は緊張します。緊張します。危ねえ。岩本選手から見た先輩はスーパースター。はい、スーパースターかっこいいです。もっと言っとけみたいな。いや、あんまり言うの、ね、ボロが出ちゃう。最近のスーパースター感じはいかがですか？僕ですか、はい、全然どうですかね。いや、でもやっとまともに練習できて、今回は頑張りたいですね。中条新一から、はい、奥様に誘導してもらいました。しました。お父様にも。お父様にも。お二人にしてもらうんですよね。そうですね、もう軽くやるときはもう奥さんにやってもらうと、がっつりやるときは親父に。だって車を誘導する方も結構大変ですもんね。そうですね。なんか間違えてブレーキ踏んだらアウトですよね。いや、たまにあるんですけど大丈夫です。ですね、予想しながら乗ってるんで。愛ですね。そうですね。夜の誘導してるんですか？夜の誘導。夜の誘導。夜の誘導。誘導何もしてくれないですよ。夜？はい。奥様ですか？何もしてくれないですよ。やっぱしてほしい。そんなこと聞くんですか？はい。え、何聞かれたことがない？なんだかよくわかんないですけど、あの夜の練習もってことですよね。はい。まあ、夜練はあんましないんで。取れますけど。はい。夜はあんましないですよ、練習は。いや、伏見選手に向かってくる。伏見さんは謎が多いところなので、ちょっと突っ込んでやってください。そうですか。伏見選手は誰か夜誘導は？どうですか？そんなイケメンスマイルで言われてもね。ナイス。機械の誘導です。なんかプリンセスか屈伸運が入ってました。普通の屈伸です。じゃあいいですか、それ。はい。